プロミシア大陸。そこは広大で活気に満ちていた。この古代の大陸には目を疑うような魔法生物、精霊獣が生息していた。その地には魔力が宿り、魔法結晶を隠し守ってきた。数千年間、この土地の種族は精霊獣と接することで魔石を研究し、その技術で輝かしい文明を築いてきた。しかし、紛争の火種は絶えなかった。やがて、強力な魔石の力を手中に収めようと、諸国の支配者の間で大陸を席巻する戦争が始まる。カスタニカ様、反逆の魔石を使ってはいけません。この世界を滅ぼすことになります。分かっている。神獣は数千年間未だ行方不明のままです。自身の怨念のために。お父様、今の話は本当なの？ガスタニカ様、あのような者たちのくだらない話にお耳を貸す必要はあります？リヒャルダ、アレキサンドラ、奴らを止めろ。仰せのままに。ガスタニカ様、の中世東映は先祖代々伝承の誇り。何を言っても無駄です。早く。ハッカ、ピクミン族もこの戦い。私は自分のやりたいことをただ追求するだけ。ミレイユ様、何を言っても無駄なようです。ぼーっとしてないで、一緒に野獣を片付けましょう。魔石を入れ替えて同じ色をつなげると攻撃。魔石を消して敵を。この罪を背負おう。プレシオブディオ。汚れを払いましょう。モメンタリーサンクチュアリー。自然と共に生き。お前にはカスタニカ様のお考えがわからないのよ。私はエルフのため。奴らを食い止め。
反撃。お父様、エルフはこの大陸でし、エルフは長きにわたり神獣の神、我が娘よ。お前、お父様。ミレイユ、かつ世界を破滅させる力を解き放った者がいた。若き勇者たちは命を懸けて世界を守った。そして全ては結晶の中に封印された。人類の法は神の逆鱗に触れ、世界は裁きを受け、一地獄となった。これらの天才は後に神罰と呼ばれる。絶望の極、夜が世界を覆い、大地を静止させた。神罰以降、呪いの疫病が蔓延し、人々は神の怒りが続いていることを悟りながら、グレム、本当に、ま、おいおい、らしくない言い方だな。安心しろよ。言うと、この男はグレンの義賊団の団長。それどころか、呪いを受けてしまった俺たち兄弟、ある日グルムは呪いを解くことができる生命の泉だ。そういえば、その生命の泉のことはどこで知ったんだ。それはだな、噂話の中にもたまに、わずかでも手がかりがあるならそれにかけてみる。これが俺、ああ、ありがとう。あれが噂の島か。モンスターに囲まれてるぞ。やりましたね。では同じ列で4つの魔石、この魔石をタップする。家族は大切なもの。こんなに凶悪なモンスターが。大丈夫よ。イチハは義賊団の長。ああ、ミシェル後ろよ。いいですね、この魔石をタップ。女神様、これで先に地形調査。知らない。いや、おしゃべりはその辺にして。ああ、やっと追いつきました。皆さん大丈夫ですか？こっちへ来てくれ。時間か。ウィズラ、顔色が悪い。もう限界。
噂によれば生命の泉はこのあ…ウィスラどうかした？みんなに、もし俺が死んでも…ウィスラ…バカ言うなよ。おグルム、自分の体だからわかる。昔からグルムやイチャ…まずい、ハンターがここに来てる。し、見つかったか。信じるのです。ドロップオブグレイス。これで決めます。無明撃剣術。なかなかやるじゃねえか。だ、みんな気をつけろ。ウィスラ、ここは私たち。感動的、せめてもの情けに。ここで死んじまったら、皆の足手まといになること。ウィスラ、耐えろ。そうだ、ミリシャか。ウィスラありがとう。ここはスカイアイランドよ。私は X、 あなたを導く予言の子ウィスラー。ずっとあなたを探していたのよ。予言の子、一体何のこと？焦らなくていいから、ゆっくり説明してあげるわ。
すまない。だがここでのんびりしている時間はないんだ。俺は呪いを解く方法を探しているんでしょ。どうしてそれを。あなたのことなら何でも知ってるわ。それに私には呪いを封印。なんだって、それは本当なのか。もちろんよ。呪いの根源さえ断ち切れば妹も良くなるわ。ミリシャを救えるなら何だってする。それじゃあ私と契約してちょうだい。契約すれば。あ、分かった、契約しよう。いい返事ね。予言の子ウィスラよ。これより X が複雑な呪文を唱えると不思議な光をまとった剣が現れた。前に進むしかない。たとえこの世が不条。と、要はこんな感じね。時の剣を使えば世界の呪いを解くことができて、そしてあなたが。だがその旅路を。あの子をここに連れて、このスカイアイランドの鐘を鳴らして真珠を。そうか。それは後で詳しく説明するわ。それで何が知りたいの？知りたいと思う。いいわね。呪いの連鎖をまだまだ強くならないとな。我即是圣域。女神様。女神様。俺は王国貴族にして勇敢な騎士って名乗ったもん勝ちだろ。世界のため。
皇帝陛下をお守り。もうあの子よ、俺を呼んだか。いい気分だ、いい気分だ。知りたい、いいわね。知りたいと。よ、呪いの連鎖をまだまだ強くならないとな。呪い。ギルグランド様のために。癒しの力でお守りします。癒しの力でお守りします。修行は怠りま、修行の成果です、修行の成果です。眷属らしい。なあ、とにかく急いで魔石。ミリシャがスカイアイラ。あれを見てくれ。俺たちは。これはエルフの守護者。どうやら封印され。いた魔石か。そうそう、それよ。金の音が響き、ここか。俺に任せて。ちょっと待っ、俺は急いで祭壇に。みんな、ねじ曲げ、全てを断ち切る。グランクレイフォス。ここにいます。ちょっと何にらん。今ので話し、
ランドが不何か質問。君がこんなに優秀な。当然じゃない。ちょっと待って。ああこなんかいいわ。絶対に。は立ち寄った町にしばらく滞在することに。食料の調達と X。 当たり前じゃない。そのお菓子の山。当然。あれ、さっきの子供。私のものを盗む。私は近くの紫。気にしなくていい。でも私も探しているので。逃げていった方向ならわかる。ちょっとウィスラー、あの子を探しに行くんだ。私も行く。をねじ曲げ。あがいても無駄よ、バルドシュタイン。覚えてろ、次は逃がす。ムム小柄な。さっきのハンターは仲間がいる。みエクス、ハンター。どうして他人のた見てしまったからには。ああ、それから。そうね。人だし。よし。結晶はいろいろと便利だけど、一番重要なということで建設をしてみましょう。
時期と。どけどけ。主人の屋敷を守る。家族は大切。僕はイエラン。こう見え。何にも怖くないよ。みんながいるから。何にも怖くないよ。みんながいるから。知りたいと思うことこそが知的性。おまじないしてあげましょうか。行くぞセリオン。柔軟な発想は柔軟な脳みそから。獣人たちは考えを改める時が来たのさ。お嬢様のお屋敷は私がしっかりお守りします。人間なんて大嫌い。俺が守ってやる。安心しろ。踊っていると随時間を忘れてしまうわね。腹が減っては戦はできません。貴族の御子として役目を果たさねば。殺し合いなんて虚しいだけなのに。私の新薬試してみない？よ、俺を呼んだか。仲間たちの無念はこの手で晴らすんだ。セバスチャンに触らないで。私の矢はどこまでも追ってくよ。鋼鉄すら貫き切り裂いてみせよう。面倒だったら帰っていいよ。一人でやるから。さてどう出るか。私は忍びだ。気を使わず好きに命令しろ。この戦いで錬金術の力を証明してやる。すべてはあの方のため。嫌い。実戦は最高の実験。この音楽で世に平穏が訪れれば。わしの作った自慢の機体だ。ん？なんや、儲け話か。みんなを癒すまで歌い続けます。みんなを守るためなら
この身なんて。呪いの連鎖をここで断ち切る。違う、私は猫じゃない。励ましがいるかい。メイスは修道女のたしなみです。アコーディオンを弾きながら逆立ちの練習。私はただの吟遊詩人です。ギルグランド様のために。ギルグランド様、癒しの力でお守りし。この剣は王国の未来。この剣は野蛮な人間にはもう関わりたくない。エファを守るのが俺の仕事だ。屋敷の平穏のため。団員は俺の家族みたいなもんだ。獣人だからってなめないでよね。修行は怠りません。復讐を果たす。そのため私だってちゃんとできる。お薬の原価内緒です。目先の利益に釣られてはどんな時もミリシャの。もう後悔はしたくないんだ。僕は僕のやり方で力になります。いつか必ず聖戦の真実を解き明。敵なんざ俺が蹴散らしてや。棟梁と一緒に帝国をぶつ。覚悟を決めたって怖いに決まってるだろ。足を引っ張らないでくれよ。冒険心がないやつにはついていかねえからな。礼を言うぞ。そなたと出会って戦うしかないのならば躊躇はしません。戦う。マーキ兵の使い方を見せてやるよ。